ケイピョンチャンネル。はい、みなさんこんにちは。加藤ケタオフィシャル YouTube です、うん、今日は人生を語る YouTube 第10弾失敗できない人ほど実は辛いお話をします。失敗できない人はどういう人？完璧主義。どういう特徴がある？例えば？皆さんは？やりたいことがあったら？どうしますか？食べたいと思って、まず何やります？バイキング食べたいと思ったら行く場所調べて、電車なり車で行って、しょんぼりする。しょんぼりするよ。僕だったら？行きたいと思ったらすぐ行っちゃう。すぐ行きたい人。つまりすぐ行動する人ね。でも失敗できない人は？だけど？それやってたら？時間はすぐに過ぎ去る。まずは動く。失敗できない人は？頭で考えて。完璧にしたがるので？時間だけが過ぎ去っちゃう。時間だけ過ぎ去っていくってことは、時間のロス。人生のロス。つまり？生きていく時間はどんどん短くなっていく。何もしてないね。何もしてない。忘れない。だったら動こう。失敗しても大丈夫。だって動いてるから。頭で考えてるより。どんどんいっぱい動く方が得。今日は人生を語る第10弾。失敗できない人ほど実は辛いをやりましたと。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。
ケイビョンチャンネル、ご視聴ありがとうございました。面白かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくね。